はいどうも皆さんこんにちは、七優です。本日も数学の話題を提供していきたいと思います。題材は大学1年生の教養の解析学、微分積分学ので出てくる大変数の微積分での合成関数の微分法です。定理が書いてありますけれども、この定理について解説をしたいと思います。合成関数の微分法はチェーンルールとか連鎖率とか呼びますけど、以下チェーンルールっていうふうに呼ぶことにしましょう。この定理を正確に書くとこういうふうになるんですけれどもね、これを別に覚えてもらおうとは一切思っておりません。でも簡単にちょっと説明したいと思います。Z が fxy という xy の2変数関数になっていて、で xy が両方とも s と t という2変数の関数、 y も2変数の関数になっているという時に、 z は結局 s と t の2変数の関数になるわけですよね。その時にその変微分の係数とかの計算ですね、実質これが授業でやったり、あるいはテストに出る変微分の合成関数、チェーンルールの中で一番めんどくさいやつですね、だと思います。で、これ以外にもそのチェーンルールはあるわけですけれども、これが一番めんどくさいのでこれを取り上げました。で、この定理のね、例えば F が全微分可能であるとかっていうのが結構重要な条件なんですけれども、基本的にこれは満たされることが多いので、あまりしっかりと覚える必要ないかなというふうに思います。出てくるような関数は変な関数はないので、大体その、2回微分とか3回微分ができるものばっかりですよね。 C インフィニティのものばっかなので、基本的には全微分可能なわけです。で、だから分母が0になるところとか、そもそも定義されてないタンジェントとか、そういった部分でその各点で、ある点で微分ができないみたいなものはあり得るけど、基本的にはある領域で微分可能であるっていうことが多いです。で、このオレンジ色の等式なんですけども、これ結局合成関数の微分法チェーンルールって、要はそのあれですよね、その微分係数がそもそも、大変数関数になると、行列になるっていうことから来てます。で、例えばその F は、XY の2変数関数なんですけど、2変数関数のその行列、同関数に相当するものがこれですよね。これグラジェントですけどね、これグラド F っていうふうに書いてもいいんですけど、これ、ベクトルになってますよね。このベクトルがいわゆるその同関数に相当するものです。で、R2 から R2 の関数は XY が両方とも2変数の関数で、しかも ST って2変数の関数になってるので、これは 2×2 の行列になるんですね。これが要するに微分係数に相当するものです。で、こういうのヤコビ行列って呼ばれていて、そのファイとプサイの両方のグラジェントを、並べたものですね。こうやってそれが、ヤコビ行列になってます。これヤコビアンを計算するときに、出てくるので、この形の行列は覚えておいた方がいいかなと思いますけれども、今ここで、チェーンルールを覚えてもらうためにこの行列式をから覚えてもらうというつもりではありません。じゃあ次に移りたいと思います。まず1からね、合成関数の微分法について解説をします。チェーンルールとは言っときながらこう書いてますけれども、例えば、X から、Y というのがあって、で Z がこうあるときに、この関数を F として、これを G とするときに、dz/dx は、dz/dy の dy/dx になった。これがもともと1変数の、合成関数の微分法ですよね。で、それなんでかっていうと、例えば X 軸からこの増分デルタ X ですね、その増分が、どれだけ増えたかっていう、その デルタ Y がどれだけ増えたかっていうのは、何で決まるかっていうと、その、微分係数で決まるわけですよね。 Y' dy dx が、F'x ですけど、これが、
これなんですけど、デルタ y っていうのは要するにデルタ y っていうのは f ダッシュ x のデルタ x になって、要するに倍率がデル f ダッシュ x 倍になるってことです。要するにこれが、係数になるってことです。つまりそのこれ、つまり一次関数倍になるってことですね。まあ要するに一次式以外のところはもう無視するってことなんで、微分って基本的に一次近似じゃないですか。これって一次近似なんですよね。だからそのデルタ x のその一次式で表した時のその係数傾きが f ダッシュ x で、その係数以外のそのまあその二次の項とかを全部無視しちゃってるわけです。だからデルタ y はこれ f ダッシュ x 倍になるわけです。でデルタ y からデルタ z に行くのに、これは、g ダッシュ x 倍になってるわけです。だから例えばそのまあ f ダッシュ x とか g ダッシュ x のその場所によって変わるわけですけど、まあ点を固定すれば値は決まるわけじゃないですか。だから例えばその x の値を決めたときに、そのデルタ y がどのくらいかっつったら、例えば a 倍で、その y から z は b 倍だったら、 x から見たとき ab 倍になるに決まってますよね。だって一次関数ですから、一次関数 ax と bx の合成だったら abx になるに決まってるでしょ。だからこの式が成り立つ。ざっくりと言ったらそういうことです、この合成関数の微分法ってね。でじゃあ二変数になったらどうなるのかっていう話ですけど、z が x と y の二変数になったらこれどうなのっていう話ですけど、これは x と y がそれぞれ独立に動くってことに注意してください。だから x の増分がデルタ x で y の増分がデルタ y だとしたら、 x からこう、どんだけ増えるか、これは zx を単独で x 変数を見た時の微分ですよね。 z イコールまあ本来 fxy ってなってるんですけど、これ x の関数として見た時の微分がデルタ x デルタ、デル z デル x なので、これ倍されるわけです。だからここは、デル x デル x 倍されるわけです。それがここ z の増分になるわけです。増分にね。で y からも同じように増分が来るわけです。y からもデル z デル y 倍の増分が来るわけです。でも x と y は独立なんですよ。基本的にだって関数関係ないわけですから。関数関係があるんだとしたら x たす y が1みたいな、その関数があったら x だけでかけちゃいますよね。なので x だけで決まるわけで、 y はもう関係ないわけです。だけど x と y は無関係に動くってことは、x の増分と y の増分は独立にあるので、これが z の増分になるわけです。それはそうですよね。例えばそのある x という会社の利益と、がいくらで、 y という別の会社の利益がいくらで、そしたら合計の利益 z はその和になるに決まってるわけじゃないですか。いいですか。要するにデルタ z デルタ x の値が a で、あデルタじゃない、デル f デル z ですね、デル z デル x ですね、それからデル z デル y が b だとすると、これは z イコール ax たす by になるんですよ。まあこれに定数 c がついた形以外ないですよね。単純に a と b という値だったらこうなるわけです。でこれってまあ例えば簡単にこう3次元のグラフ書いたときに、まあ c がここで、 c から x 軸方向にはこの x 軸の平面では傾き a の直線で、 y 軸の方には傾き b の直線で上がっていく平面で考えた時の、デルタ x だけ増えた時の増分が、この増分が a デルタ x ですよね。でデルタ b だけ動いた時のデルタ y か、デルタ y だけ動いた時のこの増分が、b デルタ y ですよね。で
って考えた時にこの平行四辺形でこのデルタ x デルタ y でトータルで動く量っていうのがこの下の長方形正方形長方形で動くところが結局この平行四辺形になりますよね。この平行四辺形になるので、結局この値とこの値を足したものです。だってこれこの和ですからベクトルの和ですからこれとこれの和ですよね。でこれはデルタ AX だけ A デルタ X だけ増えて A デルタ X だけ増えてこっちの矢印は2番目の矢印は B デルタ Y だけ増えるのでトータルとしてデルタ Z はデルタ Z は A デルタ X 足す B デルタ Y になります。 C は高さなので元々の高さなので関係ないです。 C は値に関係ないですね。これになるわけです。まあ、これ変微分の形で書くとデルタ XZ デルタじゃなくてラウンド Z ラウンド X、デルタ X と足すラウンド Z ラウンド Y デルタ Y という形になってまあ全微分の形で書くとね DF イコール、ZXDX 足す ZYDY という形になるわけですね。まあこれはまあ分かりやすいんじゃないかなと思います。いいですか。で次ですね。今度は二変数関数と XY が一変数関数の T という関数になっている場合、Z イコール FXY で X は X イコール XT とで Y イコール YT っていう風になってる時、これじゃあ Z を T で微分することができますね。これ Z は T の一変数関数になりますね。これが FXTYT っていう風になって両方とも T でこれが XY が決まってしまうので T の一変数関数になりますね。関数になりますね。じゃあこれはどうかっていうとこのチェーンルールはどうなるかっていうと、まあ、要するにこれも図を書いてあげればよくて T の値と X の値と Y の値がそれぞれ独立にまあこうあるんですけど T の値によってここはこうなるわけです。デルタ T に対して、デルタ X はこの X を T で微分した、DXDT 倍になるわけです。で、こっちも同じようにこの振り幅はまあそれぞれ違いますけどこれは DYDT 倍になるわけです。で、これはデルタ Y ですよね。で、デルタ X とデルタ Y はZ の関数としてはこれ二変数の関数でしかも独立なのでさっきと同じ要領でこうなるわけでしょ。この量とこの量の合成になるわけです。こうなってここね。でこれがデルタ Z になるのでデルタ T ここの部分は何倍になるかっていうとラウンド Z ラウンド X 倍になってこっちはラウンド Z ラウンド Y 倍になるわけです。なのでまあラウンドゼルタ T この底辺のところから見た場合ここから見た場合ここから見た場合ここのラウンドデルタ Z ですねデルタ Z の増分っていうのは、デルタ Z はまずこのデルタ X ですね。デルタ X はこれ倍ですよね。これ倍のこれ。なので、まあこれ、ラウンド Z ラウンド X の
デルタ x 倍たすラウンド z ラウンド y のデルタ y 倍ですけど、デルタ x は、dxdt デルタ t の dxdt 倍なんでしょ。だからここにちょっとここに緑に書きましょうか。こことここの関係は緑で書きましょう。これですね。こうですよね。なので、デルタ t の dt dx dx dt 倍がデルタ x なので、ここに、これが入るわけです。t 倍のデルタ t と。で、同じく、ラウンド z ラウンド y の、緑で、デルタ dy dt のデルタ t 倍が入るわけです。ということで、デルタ t で割ってあげれば、そのチェインルールの公式が完全に出ると。デルタ t で割れば、こうなりますよね。まあ、これが公式です。で、これが、ラウンド z、あ、ラウンド dz、d、d、dt です。d、dz、dt ですね。なので、まあ、要するに、もう、これ簡易的な図を書けばいいわけです。まあ、簡易的な図って何かっていうと、z に対して、x と y、まあ、こんなね、この左下に書いた図なんか書かなくたって、t と y で、あ、これ z は2変数の関数になってるので、まずこれを経由してこう経由していくのと、こう経由してこう経由していくのの2通りあるから、2通りからのその増分が来るので、結局ね、増分が来るので、ここの変化率はラウンド z ラウンド x ですよね。で、これラウンド z ラウンド y ですよね。で、ここの変化は、ここ1変数関数なので、x と t に関しては、x と t に関しては、1変数なので、dx, dt なわけです。で、ここも1変数なので、dy, dt なんです。で、ここは、さっきこの図によるとね、ここの増分によって出てきたものを、これ掛け算するわけですから、掛け算するわけですから、これとこれの積になるわけです。で、これもこっち側の積になるわけです。それで足したものが結局 z の増分になるので、この式ができるんだっていうことで覚えることできますよね。まあ、これが1変数の、2変数と1変数の関数の合成関数の場合です。いいですか？で、最後ですね。その最初の定理の冒頭で書いたやつですね。一番めんどくさいって言ったやつです。それについてですね。今度は、まあ一つ式を書くと、ラウンド z ラウンド u イコールラウンド z ラウンド x かけるラウンド x ラウンド u 足すラウンド z ラウンド y のラウンド y ラウンド u という式になりますけど、これはどう考えるかっていうと、 z がまず z が x と y の2変数の関数になってるね。x と y の2変数の関数になっていて、x と y もそれぞれ u と v という2変数の関数になっている場合です。だから、デルタ u というものを決めたときに、デルタ u とデルタ v っていうのを決めたときに、デルタ u に対して u、xy は u と v の両方の関数になってるね。だから、こうなってるんですよ。で、こうなってるんです。xy は uv の関数になっていて、y も uv の関数になってる。だから、トータルとして z は uv の関数になってるっていうことなんですけど、さっきと同じように、要するにこの xy は、uv の関数になってるんで、デルタ u に対して、じゃあここは何になるかっていうと、こういうふうに、デルタ、デル x、デル u 倍されるわけでしょ、ここは。で、こっちもこういうふうに変化するわけです。
関数なんですから、ここの部分ができるわけです、造分ができるわけです。でも XY はともに U と V の関数になってるので、こっちからもこう増加率が来るわけです、こうやって。でこっちもこう来るわけです、こうこうこうですね、ここですね。でじゃあここは何かっていうと、そのこれが合わせたものが、両方合わせたものがデルタ X、 これ両方合わせたものがデルタ Y で Y の増分になるわけです。これはその X と Y をそれぞれ U と V の二変数関数と思って独立に書いたものです。で Z はその X と Y の合成になってるので、X からの増分と Y からの増分を足し合わせたものですよね。これがデルタ Z になるわけです。いいですか。でじゃあこれちょっとなんかすごく変な式になってますけど、これ例えばちょっと X のこの式だけ、この式だけに着目して、この式がどうして出てくるのかっていうところを見ていきましょう。これね、Z の U の増分っていうのは U がちょっと増えた時に Z がどんだけ増えるかっていうんだけど、 U が増えた時に、増える X はこんだけなんですよ。ここの部分だけです。で U が増えた時に Y が増えるのがここの部分です。ここの部分です。だからデルタ Y 全体ではないんですね。デルタ Y の一部分なんですよ。でそれが増える部分はちょっとやっぱりあるわけです。こうやってこうやって、でこっちにもこうデルタ Y 全体ではないけども増える部分がこうあるわけです。でこれがそのデルタ Z のその全体の U からの増分ですね。で逆にじゃあ Y か V からの増分はこっちから来るわけです。ここが Y からの増分になっていて、つまりデルタのラウンド Z ラウンド、デルタの Z はラウンド Z のラウンド U かけるデルタ U 足すラウンド Z ラウンド V のデルタ V っていうのは成立してるわけです。ここはね、ここで成立してるわけです。トータルとしてオレンジ色のやつと緑色のやつ、こっち緑色で書くべきでしたね。ラウンド Z のラウンド U のデルタ U、 U からの北和と V からの北和でラウンドデルタ Z ができるというわけなので、こうなってるわけです。そうですね。でじゃあ緑側の方はこれなんですけど、これが緑側の方で来るここの値ですね、この合計ですね。でそれはここの変化率をそれぞれかけたものです。これデルタ Z のデルタ X 倍でしょ。だからここ単純にこれもう全部一次近似なので、一次関数としてその倍率をかけたものです。だから結局こういう緑の式ができるってことですね。だからここの値は何かっていうと、ここの値とここの値を計算すると、これはデルタ X のデルタ U のデルタ U 倍ですよね。でこれはデルタ Y のデルタ U 倍のデルタ U ですよね。デル Y デル U のデル U 倍ですよね。でここはデルタ Z のデルタ Y 倍なので、これ掛け算すればいいわけです。ここ掛け算すればいいわけです。なので式はデルタ Z DU はデルタ Z はデルタ U から見たら、デルタ U から見たら
まず最初ですね、デルタ U から見たら、まあちょっとデルタ Z 全体を考えましょうか。デルタ Z 全体はデルタ Z デルタデル X デル Z デル X の X の増分なので、 X の増分は、デル X デル U のデルタ U 足すデル X デル V のデルタ V 足す、デル Z デル Y のデル Y デル U のデル U 足すデル Y デル V のデルタ V とこうなっているので、これちょっと順番変えれば、デル Z デル X のデル X デル U 足すデル Z デル Y のデル Y デル U のデルタ U 足すデル Z デル Y のデル Y デル U V ですね。デル V 足す、デル Z デル、あ、ここ Y じゃなくて X か、デルデル Z デル X のデル X デル V 足すデル Z デル Y のデル Y デル V のデルタ V とかけるので、まあこれでそのこの証明ができるというわけです。ここに来てるのがここに来てるのがこれですね。最初の等式はこれですよね。これが、これに等しいというわけです。これに等しいからその最初の等式ができるっていうわけですね。ここの式が、成立するっていうのが分かるっていうわけです。まあこの式の覚え方は結局こうですね、この図を書いて、まあ結果としてはこの図を書いていただいて、この図を書いていただいて、Z を例えば U で偏微分するんだったら、 U で偏微分するんだったらその X の関数経由で行く場合と Y の関数経由でこう行く場合の2通りありますよね。でここの部分の変化率の総和がデルタ Z、 Z の増分になるので、だからこの変化率はラウンド Z ラウンド X で、ここの変化率はラウンド Z ラウンド Y ですよね。でここの変化率はラウンド X ラウンド U で、ここの変化率はラウンド Y ラウンド U なので、ここは縦は掛け算ですね。ここは掛け算、ここも掛け算で、こういった部分とこういった部分を足し算すればいいわけです。それでこの式が出てくるということです。まあそうやって覚えたら、まあ多分忘れないと思いますし、実際にその微分計算をするときにも、このオレンジ色の枠の中の図を書いてね、掛け算すればいいので、間違いなくできると思います。まあちょっとなんかこうグダグダになってしまいましたけれども、要はその一次近似だということなので、倍率は結局全部一次関数なんですね。一次関数の部分だけを取り出して一次関数の合成関数を考えてるっていうだけです。合成関数の微分法って、まあ、そこが多変数になってきたら、その増分がその内訳がどうなってるのかっていうのを詳しく見ていけば、公式がちゃんと作れるというわけなんですね。はい、というわけで、合成関数の微分法チェーンルールについて、解説をしました。以上です。ご視聴ありがとうございました。